到着だ。まだいないか。15分前だけど、まあ、とりあえず本でも読んで待ってるか。はあ、はあ、お待たせ。待った？うん、待った。あ、ごめん。早速行こうか。ちなみに今日はどこ行くの？なんか行きたいとこ調べとくとか言ってなかった？あ、ごめん、調べるの忘れてた。え、調べてないの？今調べるね。あ、てかさ、あの昨日テレビ見たあのすごい面白くて。いいよ、調べろって。ごめん。なんかよくわかんなくなっちゃった。うん、とりあえず今日はさ、映画にも見に行こうよ。で、また別の日にちょっと調べてくね。で、とりあえずお腹空いたからさ、適当な喫茶店入らない？なんか美味しいとこ知ってる？好きなとこ決めていいよ。ご飯行くって言うからさ、そのつもりで来たのにさ、そんな急に言われてもマジで困るんだけど。じゃあ、わかった。この辺で一番前に探すわ。OK、38件あるうちの一番レビューがいいところを見つけたから、こっから歩いて25分ぐらい。とりあえず一緒に行こうか。25分？いや、そんな、もう足パンパンだよ、走ってきたから。いや、まあでも、君だから。一番いいし、近い近い。行こう。嘘でしょ。ねえねえねえ、なんかちょっと本読むのやめない？一緒にいるのに。いやでもこういう無駄な時間さ、こうやって本読んでた方が有益じゃない？お前もなんか好きなことやねえよ。いやだって一緒にいるんだしさ、おしゃべりとかしようよ。いやでもそれはさ、喫茶店着いたらいくらでも喋れんじゃん。それに俺移動中は本読むって決めてるからさ。そういう問題じゃないと思うんだけど。とりあえずもうすぐだから行こう。あと15分歩こう。なんで私が怒ってるかわかる？いやわかんない。なんで？移動中ずっと本読んでるし、全然頑張ってくれないし、めっちゃ遠いし、結局店来ても本読んでんじゃん。いやだってそれは君が遅刻しなければよかったし、ちゃんと事前に調べておけばこんなことになんなかったじゃん。それをさ、俺のせいみたいなこと言われても困るんだけど。それはそうだけど、もう知らない。お、まあでも喫茶店入ったばっかでコーヒー残ってっから、もうちょっと本読んでよ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。かずきの本屋さんへようこそ。というわけでね、もしアスペ男と ADHD 女が付き合ったらということでね、まずですね、スタートラインで、基本的にアスペルガーを持っている人というのは真面目な傾向が強いですので、もう時間ぴったりとか、もしくは時間に遅刻しないようにしっかり来るタイプの方が結構多いんです。ただそれとは打って変わって ADHD を持った方というのは、どちらかというと遅刻癖があって時間にルーズなのでよく遅れるんですね。ただアスペルガーの方というのは自分の時間を潰せるものを持っていたりとかね、なんか時間を無駄にするのが嫌いだったりしますので、本読んだりとかなんかいろいろ携帯したりとかね、待たされても時間はいくらでも潰せたりします。そして ADHD の女性が待ったって言ったら、アスペルガーの男性が待ったってね、正直に言う。通則は全然っていうところですが、基本的に正直に生きるタイプですので思ったことを言ってしまうことがあります。そして会って、じゃあデートに行こうかとなった時に、そう、 ADHD の方調べるの忘れてましたよね。基本的に先延ばしをしたりとか、忘れ物癖というものがありますので、やっといてねって言った予定をもう完全に忘れて、あ、どうしよう、どこだっけみたいなね、テンパるってことがよくあります。そしてじゃあ今から調べるねって言った瞬間にテレビの話を思い出して喋るとかね、何の脈絡もなくいろんなところに発想がポン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 飛ぶんでね、いやいいから調べろよみたいなね、昨日のテレビの話どうでもいいよみたいなね、周りが突っ込んでしまうようなことがよくあります。そして ADHD の女性、調べたけどもわからないって投げ出しますよね。まあ大体ね、集中力がないんでもう重いやってなっちゃったりすることが多いんですけども、行く店選んでよってなった時に、アスペルガーの人というのは急な予定の変更がとても不安に感じるので、もうすごい不快感を表したりとか、怒り出すこともあるんです。そして、じゃあわかった、調べるよってなった時も、もう綿密にもう1から10まで情報を調べて、もうきっちり完璧なプランを立てようとしだしましたよね。そう、真面目で完璧主義なんです。そして出した結果、38件の連部レビュー見て、その中で25分歩いた先の喫茶店に行こうっていう話になったんですが、普通嫌だよね。でもこれがいいっていうね、最強のプランをこだわりを持って立ててしまうもんですから、女性の体力と気分とかに色ついて、もうこれが完璧だってね、これで行こうって言って、もうちょっとずつ盲信決めたら揺るがないなんてことがよくあります。そして移動中ね、パートナーがいるのにもかかわらず本読んでる、自分の好きなことをしてるっていうね、まあこれアスペルガーの方にもたまにあることなんですが、実は僕もこれ結構あって、電車乗ってる時は絶対本読むっていうのを決めてるんで、誰と一緒にいても電車乗る時は基本的に本読んでるんですよね。そして喫茶店行って女性が完全に不機嫌になりましたと。ねえ、なんで不機嫌になってるのかわかるって聞いた時、男性が、ん？なんで？察せない。
圧倒的に空気を読めない、これは仕方ないですけども、相手の感情を読み取るというのが苦手ですので、相手がなんで怒ってるのかとかっていうのがわからないと。そして女性が感情的にバーって言った時に論理で詰めて返してしまうっていうね、男性としては一番やっていけないことなんですけども、そういうのを平然としてしまう。さらにもういいってバーンって出てったら追いかけなきゃいけないですよね。ただ喫茶店コーヒー頼んだばかりで、ね、今出るのもったいないなって本を読み出すっていうね、超ゴーイングマイウェイということで、まあいいのか悪いのか噛み合わないカップルというのがね誕生してしまうんですが、今回お話ししたのは、まあ、あくまで極端な例です。ただそのような気があるということは認識していただいた上で、お付き合いお互いしていただければ、なんでこの人こんな行動するのみたいなことが、ストレスを少しずつねなくなっていくのかななんて思いますので、頭の片隅に入れておいてください。まあ僕がモテモテパラダイスなね男でしたら、女役くらいね女性に頼めよっていう話なんですが、基本的にゴリゴリアスペルガの友達いない人間ですから自作自演でねやってみました。ちょっとでも分かりやすいと参考になったということは、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は毎日8時過ぎから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか雑談なんてのね面白おかしくやっておりますので、なんか人生面白くねえなと、楽しいことないかなと思う方は、ぜひ覗いていってください。人間関係難しいこといっぱいありますが、お互いの特性をよく理解し受け入れながらうまく付き合っていきましょう。あなたの幸せ成功、これより応援しております。以上、和樹でした。